いいな、お父さんにゲーム作ってもらうの。ゲーマーのお父さんをもらいなさい。なんで魔界村やって、私もこれやこのゲームの主人公になりたいと思ったの？って娘が言ったの？言ったんだよ、これ。お父さんがこのゲームに出してあげようじゃなくて。実は娘が出たいって言ったから叶えてあげようって言って作ったのがきっかけ。ゲーマーってか、ゲームメーカーだったの。プログラマーか。うん、ゲーム作ってる人だった。プログラマーのお父さんを手に入れよマデリン。バトルプリンセスマデリン。もういくらお父さんが愛情込めて作ってくれたとしても私は恥ずかしい。マジかってなる。いや、ちっちゃい子だよ。相当ちっいちや、ゃい子ちっだよ。ちゃい時でも多分私は受け入れあ、らそれうななのかったか。と思う。猫か、犬か。あ、アーケードモードが犬ストだーリーろ。モードってもあるのか。あ、粉なの。操作線？まあ、ブラウン管みたくするやつ。い操作線って言うんだ、それのこと。や、だからこういう線が、あるある。いや、横線みそうたい言うなのんが。だと思って。ちょっと古臭い加工をするってことでしょ。数字図みたいな。海外の子供部屋はなんか夢があって好き。アニメーションだ。すごい可愛いアニメだ。ああ。ここのデモだけ見た気がする。アニメーちょっとトスードットファイっ絵ぽいな。の絵が格差激しいね。こっちの方がリアル寄りじゃないか。なんかこの当時っぽいグラフィックになってるな。このキャラクターデザインセンスもリアルになった。このイラストの通りだったらもうちょっと。ああ、だからあんな青白かったかな、出てるフリッツィ。
みんなめちゃめちゃ簡単にフリフィーを受け入れてくれるな。まあ魔法と剣の世界かな。そっか。あー、ストーリーだとあれなんか、ちょっと探索ゲーっぽいのか。アーケードだと従来の魔界村っぽい。違う、俺行ってないよ。これはストーリーモードなのか。これストーリーモード。あ、戦ってくれんの。あれ、アーケードモードみたいなのあった。あー、出方があれっぽい。あ、走り方があいつっぽい。通れない。待ち、2人は無理だろ、あの量に。おいた。あ、やっぱり服は脱げるんだね。あそこまで脱げるわけないだろ。でもパンツにな、パンツにはならん。あ、そう、そしてこれあの魔界村と違ってね、なんかジャンプ中にこう自由に、あ、うん、動かせるんだよね。まああの東京ゲームショーの時も言ったけど。あ、こっちはいいのか。あいつが女王。お、マジで。上にも投げれるから、大魔界村でも。なんかアクション RPG になるんだな、うん、ストーリーだと。アーケードだと多分ステージクリア型なんだ。あ、そして上にガイドがあった。うん、今出てきた。いっぱいいんな、なんか多分このクエストの、クエストが多いよ。クエストのガイドだと思うんだけど、これ自体は。あとマル君がすげえワンワンいて。あ、お前がジョーか。すげえ子供持ってんじゃん。釘起こせ鍵。お持ちしましたっていうか持ってただけじゃん、お前。便利。壁の後ろってどうやって。まあショットでしょ。あ、すごい、コインが。あ、こうか、こうか。コインが倒れた。演出が怖いね。多分十字キー上で調べれるのかな。あ、そうなんだ。調べるっていうか、扉が開くタイプかな、モンスターワードみたいに。このワンって音はゲームでしょ。ゲームの方、完全にゲームか流れてる。お、丸ではない。すげえ転がってくる。まあいいや。おい、このロードのあれがわからねえ。特定のボス倒したな。あ、こっちはお城？すげえ、何これ、ボクサー。頭だけつけてる。そしてお前、銀融詩人なのかよ。そんな格好なのに杖なのかよ。詰め込みすぎだな、今のあいつ。なんかもうびっくりマーク以外調べらんねえな。あ、そうか。またお前、まだそれか。なんだ特定のボスって、ざっくりしてんな。何これ。最初のやつが別に調べらんねえのか。うん、調べらんの。
ういうこと？モンスターズかだね。でこんな開いてんの？絶対会ったことないやつとかいるだろう。最初にちょっとやってたわけじゃないよね。やってないやってない。だからまあ知っといた方がいいねみたいな。全部初見では困んじゃう。そうなんか。どこで？なんかあれだな。これは極魔界村だな。極？いつのやつ？ PSP のやつ。魔界村の最後のやつは極魔界村で、あのね、極魔界村界っていうのが後に出たのよ。それはなんかね、あのこんなの魔界村じゃねえって言ってて、みんなは極魔界村って、あのなんかね、こういうなんかね RPG 要素がちょっとあって、うん、敵倒して手に入れたアイテムをその持ち越せる、メニュー画面開いて使えるっていう。だってテンポも悪いし、そのなんだアイテムで結構ご利用せちゃうから、技術一本、腕前一本、アクションゲームの腕前一本でクリアするっていう、その魔界村の従来の遊びとはちょっと違うんだよ。確かに魔界村じゃねえってのは分かるの。だから後にそのアーケード従来っぽい魔界村が出てきた。あとちょっとバランス調整もしてある。魔界村って名前だとね、やっぱそれを期待して買ったんだよって証拠こういう、すげえ転がるねこのゲーム、コインは。それあれだと魔界村って名前じゃなくて、ちょっと魔界村なんちゃらなんちゃらの巻みたいな、こう番外編みたいな感じでやってくれた方が。まあ忘れされたのね。不憫でしょ、消えんの早い、もうちょっと点滅してくれてもいいじゃないか。まあコインが倒れるアニメーション良くない？なんかあったけどな。あれ、ね、あんだ。あるある。あそこにしか当たないな、こいつ。なんか集めてるけど、これ経験値がそんな感じのやつなんだろうね。武器が変えるんじゃないの、このモードだと。あお前、極魔界村のバラ、極魔界村のバランスで出てきたの。あのね、こうゾンビが湧くんだけど、定番で、うん、なんか極魔界村のバージョンだと、あのあまりにも湧くそのタイミング早すぎて、だからなんか予兆のモーションがなくて、うん、歩いてたら急に出てきて刺さって死ぬってみたいなが多くて、なんかこうビクビクしながら歩かなきゃいけなくて極魔界村回でなくなった。それ出てくる前のモーションが出るようになったじゃん。あなんかこう土がモコモコ動くみたいな、うん、そんな感じ。動いたり出てきてからちょっと値判定が後が出るみたいな。危ない危ない。早いね。鍵も光ってないもんね。うん。でもさっき鍵光ってたよな。さっきの白、どこにあったのかな、白っぽいとこ行ったとき。あ、白？あれ、あの青く光ってたから、なんかそれが青くなってたけど、それが光ってるっていうあれなのか分かんなかったから何も言わなかったけど、今光ってないってことはあれが光ってるモーションだったんだろうな。あ、あいつだ。大魔かぶれていたやつじゃないか。
あこいつが下にいたら落としてくるタイプなのか。何これ、幽霊じゃない、話しかけらんないんだよ。話しかけらんないの。ないね、何もないもん。やっ、十字キー上とか、それやめっちゃやってる。なんかさ、これさ、やべえ、なにそっちに、もうチリアみたいな、ずっとついてきてくれるんだ。うん、無敵のキャラクターも。危ない。落下ダメージとかはないんだろう。まあ前からないね、そのいた、もうあと1じゃん。右上にあるのがなんかチーアの体力なのかな。違う違う、マジックポイントじゃない、あ魔力じゃない。お、さよなら。ゆうちゃんも体力ないんだよ。危ない、なんか持ってるやつ。あ、なんだあいつは。危ねえ。アーケードモードみたいなのもあんの？魔界村。あら、だから。あ、いや。こういうやつ。いや、魔界村って別にアーケードでし、アーケードの3作、2作か。アーケードで魔界村、大魔界村ってあって。あ、違う違う違う。これこれこれ。これ？これの話でいいんだよ。いや、だからアーケードあったじゃん、だから。ストーリーとアーケードって。あった。ああ、見たかったんか。なんだ。こじんまいてさ。よく気づいた。何これ。でもいけないんだよ俺。ないんだよそんな技が。ダブルジャンプがないんだよ。大超魔界村みたいに。ダブルジャンプがあるんだ。超魔界村。超魔界、大魔界村は上にも打てる。超魔界村は2段ジャンプがある。ただし上にあるよね。難しさで言ったら大魔界村一番簡単で、超魔界村、大魔、あ、初代魔界村。初代は難しいな。いや、まあ初代は正直言うと2周目のラストステージ以外はそんなに難しくない。2周目のラストステージが鬼より難しいで、超魔界村は2周目のラストステージが鬼より難しい。大はちょっと簡単。それが危ない。こいつそう、やっぱりないか。まあでも本当にどこを取っても魔界村だな、この動きは。走り方がすごい魔界村っぽい。ほんとにパロディなんだ。回復はないのかい。
まあ、まあ、じゃあ魔界村の時も回復すげえ少なかったから、ね、うん、だから覚えとくのが重要なんだよね、そのここに鎧があるよっていう。課長がもうゲームやりたくないっていう、じゃあゲーム嫌いになるっていうぐらいやった初代魔界村。すげえ難しかったもんな。悟空はねちょっとマイルドだったと思う。でもやっぱり2周制度だったからね。で貝じゃない方の極魔界村はなんかその各地にアイテムが隠されてるの、それを全部取ってから帰ってこいみたいなこと言われて、でしかもなんかワープアイテムがあっていつでも移動できるの、そのワープアイテムね、うん、前のステージもおったりとか、なんかテンポも悪かったね正直そこは。魔界村っぽい何かあったな最初は。でも極魔界村になってからあの初代魔界村入ってるからちゃんとどっちも入ってる。でも俺ちょっとやって極魔界村しか、あ、じゃあ貝しかやらなかった。貝が絵画だから、まあ調整版ね。ああ調整版ね。無理じゃんこれ、絶対登れないじゃん。これもあれなんかな、アイテムあったら、アイテム手に入れたらもう、アイテム手に入れて戻ったら隠しなんかが手に入ったりするよとか、そういう系なのかな。今んとここのお金の使い道がわからないです。開いた。すげえメガドラっぽいとする。いて。どこだよ。いた。あ、頭か。でダブルジャンプがないからさ、これアーマーレベル武器のかけら。なんだ、木のスプーンダブルジャンプないんだよな、これさ。今んとこあいつに攻撃するんだったら、え、どこでこれが、あ、そのジャンプしたときに当たり当てができるのか。死んじゃった。あ、でもそこから始めてくるんだ。うん。ええー。あ。こういうこと？こういうこと？パターンさえ知っちまえばなんかすげえ弱いけど。うん、ちょっと待って。あ、もうちょい。やったー。勢いでぺったんこだった。
ちょっと全然翻訳は間に合わないじゃないか。ちょっとアップデートお願いします早く。翻訳官どうやって上行くの？無理なんだけど捕まえないけど、これんと、あ、こっか、これか、ちょっと分かりにくかった。こうね。ん、これ上に登れんの？あれ乗れんのか。乗れた。分かりにくい。探索要素があるもん。危ない。倒してもな。マップないのかよ。広いよこれ。いた。なんでお前そこに設置したんだよ。あ、いて、まさかあの見た目で飛び道具を打つよ。こいつ横にしか打たないよ、このクソザコ意味は。俺飛んだと思ったんだけど今。めっちゃギリじゃんじゃないこれ。危ない。ああ。死んだ。引き出しな。ちょいちょい雑なとこなので、さっきのとこ行くか。でこれ普通にさ、ちょっと、お、ここは何ですか。これが宝物を守るとかいうやつ。わー、雲か。いやバカ。ああ、そうなんだ。超パターンが分かったよね。でさ、これえ、あ、下に行くと掴んでくんのか。え、じゃあ横から殴ってるってことだよね、これ。あ、そ、こっち側の、あ、これか。ここに乗れんのか。分かった、ルールが分かった。乗れない。ちょ、横にいねえじゃないか、お前。ノー。
パターンは分かったけど、長期戦を知りそうだね、これなんか近いよ、ね、ノー終わった。あ、優しい、こいつを殺そう。ちょほほマジか。どこまでが反対反対なんだあいつね。危ねえ。あ、やっぱり横から殴ってねってやつかこいつ。危ない、近い、やったー、飛ばしてよ。これはなんだ、イランジャンプか。ん、なんだ、クモのブーツ。あ、やった、ダボージャンプ。やっぱりし、やっぱりこれがなきゃ始まんない。ここに来るのか。アイミもう寝たの？いた。あ、ここはつかめるのか。え、死なないこれ。なかったー。あ、あ、ここにつながるのか。間違えたな。あー、繋がってんのかマップで。いや、見つけたけど何もできねえ。なんか必要なんか。見えなかったー。ちょー、もうないよ。
りじゃない。お前どんだけ寝るんだよ。どんだけって言うけど私そんな寝てないから。寝てないの？あ？2日分の睡眠が6時間だよ。寝てないだろ。え、6時間しか寝てないじゃん。ん？6時間しか寝てないの？俺寝てないよ。今日は歯医者だったから。あ、そうなんか。じゃあ寝ちゃうなお前なんか。あ、これダメなのか。あ、死んだ。でもダブルジャンプ手に入れた。あれだな、ちょっと手触りがメガドライ、なんかメガドライブだな。いろんな面で。あ、死んだ。あれを何メモリ使うんだ。3メモリかな、あの魔力を。倒せんの？無理か。あった、倒す。なんか死ねえってなっちゃうかな。アーケードモードとこっちだとどっちが楽しいんだろう。あ、余計なものがないのがアーケード。ああ、そうなのか。その舌を伸ばすやつはしゃがんでも食らうのか。あ、鍵反応してるけど、どこがどうなってるか分からん。戻るか。危ね。危ね。これ絶対いけるか。いけた。バカ野郎。危ねえ。今んとこやることがねえぞ。見つけても何もできないオブジェがいっぱいある。あー、そして吹っ飛び中は行動できないのか。優しい。ゴールどこだこれ。
あ、なんかある。このステージちょっとクソステージやな。なんか泣いてる。お、これか。バケツでいいのか。このゲームこのステージの死因がひどすぎる。分かった、じゃあ次のゲームやるか。魔界村じゃないこれ。じゃあこれを見たんだ。魔界村じゃないやっぱこれ。アーケードだと本当にアーケードっぽいんだな。テキストもなく。あー、4人の家族を救うために。あ、やっぱり犬は死んじゃうのか。うん。なんだから出してんの。ちょっと出てきたんじゃない、マハラ。出てないよ。運んでるよ。ああ、本当にあれなんだね。魔法があるけど使い方が分かるんだ。まあ確かに俺の遊び方だったらこのアーケードモードの方が楽しいだろうな。なんかよく分からないクエストがある。うん、ああ、インベントリスはないわ、なんか。忘れそうだ。本当に魔界村だ。これがゲームショーでやったやつ。ゲームショーでやったのこのタイプか。まあ確かに俺がやるんだったらこのアーケードモードがいいかもな。うん。じゃあ次。